味ではですね、あんまりこう細かく発信してる人いないんですよね。まあ、インドネシアとかですね、カンボジアだと YOASOBI 向けの、男性向けのですね、コンテンツっていうのを結構発信してる人はいるんですけども、まあ、そんなに数が少ないのと、あと内容がやっぱりちょっと偏りすぎているっていうところですね、その YOASOBI とかそっち系にですね。だから、やっぱり現地のですね、からの、現地に住んでる人からの情報っていうのはちょっと薄いところですよね。で、やっぱりミャンマーとかですね、まあ、住むのにビザが結構面倒、他の東南アジアに比べて面倒っていうところもあるので、あとはまあ、一時、国内で紛争もありましたし、今はあんまり、ね、移住するっていう希望をする日本人が今のところは少ないのかなとは思います。まあ、ブログはですね、いろいろ日本人の、移住者のブログを見るといいと。フィリピン、まあ、物価はですね、日本の10分の1ぐらいかなって感じですね。だから僕の場合だと、6、7万